はいどうも、それとハリくんです。今回の企画は無限替え玉大喜利。おお、無限。今回ですね、渋谷に来ておりまして、はい、その渋谷のね、とあるラーメン屋さんで、替え玉無料&無限で食べれるお店があると。たまたま僕らも渋谷歩いてたら見つけたんですよね。ね、無限で無料ならもうどんだけでもね食べたいということで、今回そのラーメン屋さんに行きまして、はい、まあ汁がなくなるまで無限に替え玉をちょっといただこうかなと。いや、ただって考えたらね、食えるよね。100円ですって言われたらあんま食べられないけど、もったいねえなと思っちゃうから、限界まで行ってちょっと店の麺なくしましょう。本気で。いや、その間スープなくなりますね。あ、そっか。常に今回そのラーメン屋さん、無限替え玉ができるねラーメン屋さんに今から行きたいと思いますので、はい、早速行きましょう。行きましょう。やばいやつがいっぱいいる。マジで。いや、裸見たら俺らもやばいっす。確かに。いや、渋谷怖っ。いや、でもラーメンコンディションは整ってますよ、天気的にも。最近もうずっとジメジメしてたから。今日カラッとしてるの割と。そう、先に侍行きたいけど。あー、確かにね。散々ね、家系生活とかやって結局行くのがチェーン店っていうパターンも。侍行きたいけど全然行けてない。はい、デケ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 。こっちはさ、替え玉じゃない。あ、違う違う、こっち違う、こっち違う、こっちだ。やっぱ麺って大体もう、まあ、博多系っていうのか分かんないけど、はいはい、結構やっぱ似てるんだね。そうなんです。うわ、やば、麺縛りティーにしっかり刻印された。最悪だ。うわ、いただきます。一覧基準だと、7玉ぐらいいけるってことだ、俺ら。うん、でもコスパよくない？850円と。いや、でも無料がやばい ね。なんで大学時代さ、知らなかったんだろうね、こういうの。確かに。でもさっきの正面の博多風流は行ってたよ。そこしか知らなかったね。無料のお店って。本当でも、別々の YouTuber やコラボ撮影じゃない、そちらのチャンネルでも上がりますってやつじゃん。だって同じ画面出ないの、北口は。別撮り説あるね、マジで。出てるよね、今。ほんと、東京と北海道でさ、お互い一覧入ってやってみたいよ。はい、1杯目。ひと玉目いきました。チャーシューがプリプリです。すいません、替え玉お願いします。針金で。ここ見てください、これ粉落としあるんですよね。粉落としってもう何、粉がちょっとついてるよっていう状態ってこと。今回ちょっと俺、僕の方だけデザート好きなんで。はい、みんな大好き味玉のお時間です。うん、うまっ。早いね、やっぱ張り合いだから。うわ、うまっ。硬いね、張り替え。どうしよう、替え玉粉落としでお願いします。これが粉落とし。え、見た目あんま変わらないですけどね。結構多いかも。多い。
替え玉ってマジで細麺なんだね、基本。粉落としいただきます。次どう、粉ってめっちゃわかるわ、粉っぽい。どっちがいいんだ。すいません、替え玉針金でお願いします。2個ぐらい出るのかな。いや、はい、おお、その場ですり合わせるんだ。そう、この後ちょっと大食いでマジで向かいます。ご飯食べない。はい、2杯目。すいません、替え玉普通でお願いします。できた。うん、いや普通が一番いいわ。オスカルの3人でちょっと、オスカルちゃう。あ、はい、というわけで4玉目です。わやば、うわー、1の量多いかな、多分替え玉の量 1.5 ぐらいの。ちょっと待って待って、ないって。油そばだった、ついに。なんか、ふりかけとかお欲しいのと、俺のつゆ分けたらいいか、じゃあ。いや、いい、それもレギュレーションになったから。レギュレーションって何。レギュレーションになった。何回だと思ってるよ。うん、相手マジ替え玉苦手ですわ。いや、マジでやばい。なんでこんなに無理なんだろう。コスメが苦手なのかな。やばい、うん、え、美味しいの、それって味ってどうなってんの。美味しい。出てきた。すごい、素晴らしいです。やべえ、マジすげえ、余裕すぎる。めっちゃ怖っ。ちょっと替え玉やわめで。何入れたこと取ってもらっていい。いや、俺もう帰宅準備してんの。え、ちょっと待って、いや待って、仕事終わりましたみたいな感じやめてよ。そうだ、いや、いける気がしねえ。そのニンニク何これ。つけといてあげる。あ、いいっすね、いいっすね。なんかちょっとかっこいいラーメン映像。ラーメンでそんな取り方したやついないよね。うん、やっそもそもパンとか苦手だからさ、なんかもうラーメンをなんか込み込とか思ってちゃった瞬間も食べれなくなっちゃうんじゃん。あんまり食べてほしい、これ。ほんとあと一口といったところでしょうか。はぁ、ラーメンを置いてこれが入んないんですよね。よっしゃ、悔しい。待って、スープがトロトロしてるの分かる？
これさ、粉落としの粉なんだよ、多分。あはい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、いや、今回俺めっちゃ美味しく終われたよ。てか、すごくない？回数は一緒です。はい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 。 で、まあ、でもやっぱね、あの無限替え玉って言っても汁来ますね、限界が。先に汁の限界来るわ。え、俺はでも結構限界あったよ、腹が。もう最後もうマジ10分ぐらいかけて一杯食べたんで。やっぱ一蘭で麺多いじゃないですか。多かった。だから一蘭ほどはね、こうサクサクっと替え玉を減らしていけないのと、あとは粉落としとか、はい、その割り方みたいなその種類もあるので、はい、それに麺がね吸われちゃうんですよ、汁がなくなると。いやでも4だいぶすごいと思うんだけど、皆さんどうなんですか。スープをうまく残しつつたくさん食べないといけないじゃないですか。スープなくなる前でみんな何杯いけるかマジ気になる。そうね、ちょ、見てる大学生やってくださいそれ。いやでも、はい、まあ無限替え玉ってやっぱ名前引かれますよね。いや、確かに替え玉10円とか100円とかありますけど、やっぱ引かれましたね、うん、だってもう800円でお腹いっぱいになれたってことで、うん、そう、さっきお会計見たら2人で1600円でしたよ。おマジ安くない。僕、まあ、というわけで、はい、まあね、今後もね、こういうラーメン屋さんがあったらどんどん突撃していきたいと思います。はいはい、皆さん引き続きコメントよろしくお願いします。お願いします。ちょっとおすすめのラーメン屋さん教えてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日のしちばりライフはこちら、ホワイトですね。はい、あれクワッシャツを合わせております。僕だけ特注ででかいサイズなんですけど、皆さんは多分 L とか M とかで大丈夫だと思うので、ぜひ買ってみてください。